どうもありがとうございました。東京大学の門田です。画面共有うまくいきましたね。はい。それでは早速始めさせていただきます。東京大学の門田です。で、本講義では先ほど白井先生よりいただいた、紹介いただいたんですけども、ゲノムやトランスクリプトームのトピックについて、まあ、特に基礎的な事柄を中心に述べさせていただきます。で、最初の説明にもあったんですけども、質問が最後の方に一気に受けるということでしたので、意外と私、ちょっと練習してみたら、時間に余裕があったということで、ここら辺は削除ということで、参考資料のところ、参考でつけてたものもいくつかは本当に喋ろうかなと思って、ちょっとだけ変えていますけども、大まかな作りとしては全く変えていません。で、私自身は実はゲノムはやってなくて、トランスクリプトの解析分野の理論屋さんというのが簡単な自己紹介ということになります。で、それ以外につきましては、今チャットの方に流したんですけども、リサーチマップの方で私の名前で検索していただいても大丈夫なんですけども、こちらの方でリサーチマップをさらっと見ていただければ、なんとなく、私が何やってる人かっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。それでは早速入っていきたいと思いますが、まず、生物とはっていうところから入っていきます。生物とは、生命現象を示す自然物のことでして、動物、植物、菌類とか、新生細菌などの総称です。で、生命科学分野の大きな目標というのは、生物を詳細に理解することです。すいません。チャットの方ありがとうございました。はい。で、本講義では、初回ということで、優しい内容をリクエストされているということがありましたので、研究のバリバリ研究というところでは全くなくて、基礎的なところをしっかりと教えると。いうところを中心に解説していくんですけども、原核生物のバクテリアさんと例えばその人とかマウスとかをやってる人とかっていうのは、実際に使うプログラムなんかも全く違ってたりとかしますので、つまりですね、どの程度理解すべきかっていうのはですね、バイオインフォの人によっても全く違うという印象を私自身は持っています。それで、今日はこちらに示すような内容で話をしていきます。まずは生物の分類というところからスタートしていきます。はい。で、生物の分類体系はいくつかあります。まずここの丸1で示していますように、この3ドメイン説ですね。これは真核生物、古細菌、新生細菌といった具合で、生物全体を3つに大別するっていうのが正当っぽいですけども、よいしょ、次です。丸2で示すように、私はこんな感じで習ったんですけども、昔ながらの2つですね。生物を真核生物と原核生物っていうものに分ける。たり、あるいはですね、丸三のところであるような、動植物が完全に含まれる多細胞生物と、それ以外の単細胞生物という分類分けなど、結構多様です。それで、最初の、私も初学者の頃は相当苦労したんですけども、例えばこの丸4の新生細菌は略して細菌と言ったり、あるいはバクテリアとも呼ばれたりとかして、これらのですね、いろんなこの分類分けとか用語の無礼と
とかがですね、こう業界の方は当たり前のようにこうベラベラ喋られるんですけども、初学者の頃は本当にこう理解のハードルを爆上げしていて、なんでこう統一的に喋ってくれないんだろうっていうのをものすごくよく思っていました。が、このあたりも本当に慣れるしかないというのが実情だろうと思います。それで今スライド8を言っているんですけども、生物の分類体系はこれまで何度も修正をされています。先ほど述べたこの3ドメイン施設とか、丸2の生物全体を2つに対別する二定説ってやつとかの話は、右側に書いてあります、このリンネ式階層分類体系の上から2番目の丸5で示しているドメインという階級の話をしていたことになります。それでこれがですね、人の分類体系を、これはウィキペディアの人で検索した結果で得られるものの一部のスクショになるんですけども、この丸2で見えているのがこのリンネ式分類、階層分類体系で、これはこう生物、ドメイン、階、門、項、目、家、属、種っていう、こう、ここら辺までは多分教科書レベルで習ってるんじゃないかなと思うんですけども、実際にこう見てみると、その、2で見えているこの主要な階級がこの黒矢印で対応付けているんですけども、この黒矢印で対応付けられていない数多くの階級があることが、わかると思います。それは例えば、この丸3で示しているような、この亜目、科目、小目、浄化っていうんですかね、こうなんか、こういったものがあったりとして、もう私これ最初見たとき全然よくわからなかった記憶があります。で、また哺乳類っていう言葉とかは皆さんご存知だと思うんですけども、この正確な分類でよく見ると、哺乳類の類はないじゃないかとか思ってですね、ちょっと当時の私はイラッとした記憶がちょっとあったりとかもします。はい。ということで、染色体とクロマチンの話に移行していきます。私たちの体は様々な組織ですね。組織から構成されています。組織を細かく見ていくと、一つ一つの細胞から構成されており、その中には、丸一で示している染色体と呼ばれるものが含まれています。で、その実体は、丸二で示しているクロマチンと呼ばれる DNA とタンパク質の複合体です。つまり、染色体とクロマチンは、実質的に同じものです。それでは、染色体の実体であるクロマチンを詳細に見ていきます。このクロマチンの部分のこの赤枠、ここでは計5つ見せていますけども、この赤枠の一つ一つがクロマチンの基本単位であり、こちらに拡大図が示されていますけども、ヌクレオソームと呼ばれます。呼ばれるものになります。この丸4で見えている黄色っぽい丸のやつがタンパク質。丸5の2回弱巻きついている黒色の紐が DNA です。
ヌクレオソーム構造をさらに詳細に見ていくと、この丸4のタンパク質の部分というのは、実際には丸6で示すような感じで、コアヒストンと呼ばれる計8個のタンパク質。これは4種類が2コピーずつから構成される丸7で示すようなヒストン8両体と呼ばれる複合体です。はい。で、この丸7のタンパク質に丸8で見えている約147塩基対の DNA が丸5で見えるような感じで約 1.67 周分巻きついた状態のものがヌクレオソーム構造と呼ばれるものです。これは皆さんにお配りしたやつでは参考ってなってたんですけども、ちょっと喋ると、この Q のこれで見えてる147塩基の DNA がこの約 1.67 周分巻きついたことがよくわかるヌクレオソーム構造の図です。この色が変わっているこの10のところが始点で、11の部分が終点っていうふうに考えると、確かに2周していないんだなっていうことがお分かりいただけると思います。はい。こちらは、ヌクレオソームの詳細です。だんだん解像度が高くなっていきます。中央に見えているこの二つが、左側に見えている丸一と、そして右側に見えているこの二つの構造っていうものが、左下の丸二と似た角度から撮った図になります。で、これぐらいの右側で見えているのは高解像度で見ると、この3で場所を示していますように、いわゆる DNA の二重螺旋構造っていうものを認識することができると思います。はい。で、次は核酸の話に入ります。まずゲノムというのは、ある生物が持つ全遺伝情報のことです。そしてゲノムの実体は核酸、特に DNA です。生命科学分野の大きな目標は、生物を詳細に理解することなんですけども、このゲノム情報の解読というのは、その第一歩という位置づけになっています。はい。で、うん。次、核酸は、リボ核酸、RNA と、デオキシリボ核酸 DNA の総称であり、糖、塩基、リン酸からなるヌクレオチドがホスホジエステル結合で直鎖状につながった生体高分子
ポリマーです。で、この1の説明の段階で、すでに難しいという方が一定数いらっしゃると思うんですけども、これが難しい方はですね、今日の話はさらーっと聞き流して、後でじっくりと復習をするというスタンスで十分です。で、こちら、真ん中の下の方に示されているこいつは、ヌクレオチドの基本形を示しています。今、スライド22に切り替わっているんですけども、これは赤色で示す糖の部分の炭素の位置に、この丸2の塩基に近いところから順に、これ、1ダッシュとか2ダッシュって呼ばずに、多分これ1プライム、2プライム、3プライムみたいな感じで呼ぶのが正しいです。はい。で、まあ、そんな感じで、番号を振った状態をこれは示しています。で、この丸3のところは、たまたま炭素の元素の C っていうのをたまたま明記してるんですけども、この丸4で示すように明記しないこともあります。また、この丸2の部分では、たまたまこれ1プライムのところに結合している塩基、英語ではベースと言います。この塩基をこんな感じでこう六角形で記載しているんですけども、この丸5で書いてあるような感じで、もうただのこう文字としてベースみたいな感じで書かれているようなこともあります。私も最初の頃はものすごく混乱したんですけども、このような表記の揺らぎに慣れていくということも非常に重要なポイントになってきます。私が重要だと思う部分については、こんな感じで割と犬を出現させますので、気にかけていただけるといいかと思います。はい。それではここから DNA と RNA の違いを解説していきます。この DNA と RNA の違いというのは、赤字で示している糖の部分で規定されています。この糖の部分が、右側、まず右側です。RNA ではリボースというものに。そして DNA では、丸2で示すようなデオキシリボースとなっています。右側のリボースの2プライムですね。2プライムっていう場所の OH が左側ではこう H に変わってますよね。H 基に置換されたものがデオキシリボースというものになります。それで、今度はこのスライド26と27をちょっと入れ替え、行き来してるんですけども、この丸3は、糖の部分がリボースとなっているヌクレオチドが RNA の構成単位、モノマーであるリボヌクレオチドです。同様に、丸4の糖の部分がデオキシリボースですね。デオキシリボースとなっているヌクレオチドが DNA の構成単位であるデオキシリボヌクレオチドというものになります。
ちなみに、このヌクレオチドをシドを今スライド27と28を行き来してますけども、脳のこのワンプライムの場所に塩基が結合しただけのものはヌクレオシドというふうに言います。このあたりの説明は割とウェブページの書き方でも間違えてる方が一定数いらっしゃいますので、そういったところも割と学習していく上で混乱するポイントになるのでお気をつけいただければと思います。ヌクレオチドとシドは明確に構造が違うものだということです。はい。それでは次に塩基配列の話に入っていきます。ここからは、この丸一で説明した事柄の具体例として、丸二で示す DNA の構成単位、つまりモノマーであるデオキシリボヌクレオチド同士がホスホジエステル結合で連結して直鎖状につながっていく様子を解説していきます。まずこれは2つのモノマーがある状態です。モノマー同士の連結は、この左上が1つ目のモノマーなんですけども、1つ目のモノマーの3プライム位の炭素ですね。このあたりです、場所的には。このあたりが炭素と、それからここら辺にある2つ目のモノマーの5プライム位にある炭素。この丸2で示しているやつですね。この炭素と結合している丸3のリン酸基です。リン酸基との間で起こります。こんな感じで起こります。スライド32と33を行き来しています。こんな感じで起こります。はい。こんな感じでモノマー同士が重合して、丸4で示すようなポリマーになります。で、今度は、この4で示したポリマーの3プライム位の炭素ですね。炭素に、またですね、この別のモノマーの炭素に連結している丸7のリン酸基が結合して、みたいなことが繰り返されることで、直鎖状につながった生体高分子、ポリマーが形成されていきます。これは今、スライド34と35を行き来していますが、ポリマーがどんどんできているイメージがつかめるのではないでしょうか。はい。ということで、今スライド36に行ってるんですけども、確かに直鎖状になっている、直鎖状の状が間違っていることに今頃気づきました。すみません。確かに直鎖状のポリマーであり、この丸一の部分ですね。銅の5プライム位にリン酸基が結合している、これ英語では5プライムエンドと言います。5プライム末端。そして、この右下の方の、銅の3プライム位に何にも結合していない、3プライムエンドみたいな感じで、ここで言いたいことは DNA の並び、配列には方向性があるということです。このあたりを正確に理解するためには、やっぱりこの、なんか5プライム位とか、こう3プライム位っていうこの構造をイメージしないとなかなかこう頭にスッと入ってこないっていうのが現状だろうと思います。それで、
この方向性を持った並びの順番を、ヌクレオチドの一部をなす、この丸三で示している塩基の種類で記述したものが、いわゆる塩基配列というものになります。で、塩基配列のことをシーケンスと言い、これを決定する機器のことをシーケンサー、そして塩基配列を決定することをシーケンシングというふうに言います。長くこの業界にいるとこれ当たり前なんですけど、最初の頃は結構私は混乱したので、そうだねって思っていただける方が一定数いらっしゃるんじゃないかなと思います。なかなか、分類分けというか区別が難しいと思います、初期の頃は。